ついてるんで、あれは何ですか。あそこに頭脳コンピューターがレイ今倒れたのに、そしてコンピューターの方が重いって。そうですね、コンピューターの方かもしれないんですが、はい、ちょっとノーティマー見た感じ、重心が後ろ寄りでバランスがあんまり良くないように見せられます。ちょっと調整が強いです。ノーティマーに対してキャンサーの方がだいぶ安定感がありますね、はい、これは動きもだいぶ作り込んできていると思います。そして相手の周りにするのもこれ上手いですよ、キャンサー前の取り方が上手い、はい、でも、ハサミの方は使います。今、キャンサーの方が2つ団子を取っております。はいはい、せっかくついてハサミの方を使いませんね、キャンサー。実は何か使ってるのか。キャンサーが勝つためにはどういう動きが必要でしょうか。やっぱり、ね、ここ、おっとこれは絡まってる。やっぱり基本がしっかりしていないとダメですね。ちゃんと歩けて相手に対して、まあ、自分が攻めないといかない有利な位置を取るっていうのが大事になってくるんです、はい、足がちょっとキャンサー倒れた時に配線の一部がおかしくなったのか暴走して、おそらく断線ですね。モーターが足首のモーターの相手が断線してちょっと移動できないようになっています。足のモーターが断線するということは試合中はよくあることなんですか。 OK、 本当はあってはいけないんですが、どうしてもロボット同士絡まるとこういうことが起きています。でこういうことが起きないように体勢をうまく隠したりするのがロボットを作るテクニックです。7、なるほど。8、最初だね。